はい、いつもお守りにしてるアレキサンダーちゃんでした。かわいいのよ。かっこいいっすよね。でも 8g の2300年前だからね、はい、毎回言うけど2300年前のものが普通に今ここにあってここに触れられてるっていうこと自体が、うん、僕はとんでもない価値があると思っていて、普通に僕らいつも、ね、見てるけどね。そうですね、うん、見てるし、はい、取引してるし、うん、それこそ3年前ぐらいまで普通に50万とかで売ってたけど今全然買えないよね。買えないですね。100万とか150万ぐらいになっちゃってるけどさ、はい、そうそう。まあでもね、アンティコインってそういうもののね、なんかロマンがあるっていうのはもともとのねすごいこう価値だと思うんですけど、まあそういう中でお客さんからいろんな質問を受けると思うんですけど、はい、ここ最近どんな質問が来てますか？そうですね、自分の中で印象的だったのがコインを、購入してもらいました、うん、まあ、1000万前後の予算がありますということで、その方3枚目なんですけど、うん、メールを頂戴して、はい、でいろいろご案内をして、はい、とあるコインを買ってもらいました、はい、スリーグレーシスのゴンスキンカです。あの超人気だったです。はい、でメールのやり取りで、うん、じゃあ買います、押さえてくださいっていうふうに言われたので、うんうんうん、じゃあもう寄付しますっていうふうに返信して、うん、で、うん、2日後ぐらいにちょっともうやめてますっていう返事が来たんですよ、うん、急に。でそういうことあまり言われる方ではなかったので、うん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 、ちょっとびっくりして、うん、何かありましたかって聞いたら、うんうんうん、当社で950万で販売してたんですけど、うんうんうん、とある業者で850万円で販売していたので、うんうん、そっちをもう買いますというふうにしてしまったらしくて、うんうん、まあそれはしょうがないなということで、分かりました、じゃあまた何か機会があったらお願いしますって言ったんですけど、また2日後ぐらいにメールが来まして、うん、ちょっと困ってますということで、うんうんうん、でいろいろお話聞いたら、ここから僕の推測も半分入ります、うんうん、とその業者の方が海外にある、うん、とスリーグレーシスを抑えるので、先にその850万円分をうちが送金しているので、うん、もうキャンセルはできませんと言われたらしいんです、はあはあ、と思って、もうそういう取引は基本的に業界ではしないはずなので、うん、でそのお客様も、A さんとします、うん、A さんもまだその人に振り込んではいなかったんですけど、キャンセルしたいっていうお申し出をしたら、はい、すごく連絡がたくさん来て、キャンセル絶対できませんからっていうふうに言われたらしいんですね。でちょっとそれおかしいんで、どこの業者か教えてくださいって言って、で業者のホームページを見たら、物の売り方が2パターンあって、うん、すごく安いかすごく高いか、うん、で安いコインっていうのは、例えばスリーグレーシスみたいに、うん、絶対に手に入らないようなコインを安くして、うん、で高いコインっていうのはちょっと相場が分かりづらいコインを、だいたい相場の100万から50万ほとんどモダンコインだったんですけど、うん、ちょっと高く値付けされてて売られてるなという印象はありました。送金をしたのでキャンセルができないっていうのは、多分この業界では少なくともうちのやり取りではありえない話なので、で結局まあそこでは買わずに済んで、とうちからお求めいただいたという話ですね、うんうん、今ね多分これご覧になって、ちょっとそのコインをどっかでポコンと出しておきますけど、スリーグレーセスっていうね、オリジナル1817年のジョージ3世のね、はい、R2 かな、あれは銀貨がものすごい人気で、ウナライオンのデザイナーのウィリアム・ワインがね、うん、描いたっていうものですごい人気だったんですけど、でその銀貨が5年ぐらい前に1000万ぐらいだったのが、今もう2000万3000万ぐらいになってきちゃってて、はい、今年のねオークションでもこの間もあったけどね、そうですね、3000万が優に超えちゃったみたいな、そうですね、はぁみたいな感じなんですけど、そうで、それがまあ超絶人気になっていたっていうところがあってかなかったかよくわかんないけど、イギリスのねロイヤルミントがモダンの、この大きさの5オンス、うんうん、あとは2オンス、はい、うん、のスリーグレーシス柄の、で裏面はエリザベス女王さんと、はい、復刻版ですね、うん、という復刻版を作りましたというのが、去年の12月に発売を、ロイヤルミントの方でされて、はい、されるという話があって、はい、で実際には2月かな、発行2020年ですけど売り出しは今年の2月かな、うん、っていう、なんかちょっとよく分かんない感じで、はい、発売をされてきて、うん、で、まあ、ものすごい超絶人気で、そうですね、うん、でゴンスが160枚だっけかな、はい、確かそうですね、うん、っていう枚数しかないので、ロイヤルミントからも買えない、まあ、僕らであってもそうですね、うん、絶対買えないですね。でさらにロイヤルミントが初めからだいたいいつもはね150万とか200万ぐらいから発売をしてくるものが、
おそらく300万なのか誰にも分かんないんだよね。そうですね、うん、っていうのがあって、まあ、すごいこう一気に高くなっていた、うん、まあ、要は大体いつもこうほらあの人気があるかないか分からないけど、とりあえず一番初めの前あれを買ってで眠らせておいてどっかでボーンって価格が上がるみたいなね、うん、そういうモダンコインっていうかあの買い方をしている人たちが多いと思うんですけど、初めから高かったみたいなね。そうですね、うん、ところがあって、まあそういうこのモダンコインって俺あんまり取引したくないんですよ、いつも言ってる通りで、うん、で なんで取引したくないかっていうと、物はいいんですよ、物は綺麗だなと思うんだけど、その僕らが買おうってなるとどうしてもほら僕らバイイングパワーがどうしてもあるから、はい、買うってなるとどうしてもその相手の値の一個上を行かなきゃいけないから、あのものすごい価格が高騰しているところに本当に火に油を注ぐみたいな感じになっちゃうんですね。でもうああだこうだああだこうだってなってっちゃうから、それが嫌で、そのなんていうの、適正価格でちゃんと買いたいじゃないですか。そうだから、それが嫌だなっていうふうに、まあ、今回もあの途中まで参加はしなかったけどね、はい、まあ、でもまあとりあえずこうコレクターの人とあの現地の人とね、はい、まあ、2、3枚だけ一応手に入ったから、そうですね、一応ね、はい、あの手には入れましたけど、でもうさっきの話ですよね。で一応値付けとしてはまあこのぐらいが適正じゃないかっていうので950ってつけたけど、はい、それ以上の価格で売ってるところもあれば、はい、さっき言った通りそれ以下の価格で一応見せといてみたいな感じで、そうですね、うん、やる人もいればね。そのコインじゃなくてもその送金をしたけど、うん、送金っていうのはその業者さんに、うん、お金を入れたけど全然コインが来ないっていうお話は聞きます、うん、で、とある方は警察に、うん、もう被害届出したらしいんですけど、うん、被害届は受理されなかったらしいです、うん、あの被害はまだ受けてないから、うん、そうです。これ物の売買ってすごい難しいね、うん、法的にすごく難しいところがあって、うん、そう、銀座のなんとかコインってもうなくなっちゃったところが、はい、詐欺的なね商法をやってて、はい、うちにもよく来るじゃないですか、はい、そうですね、もう十何年前かなにアメリカコインの、まあ、確かにいいコインを売ってたんだけど超法外な価格で売ってて5倍とか10倍ぐらいの価格で売ってて、どこが資産保全やねみたいな話で ね、 そうですね、そう、で10年経っても今売ろうとすると半分にしかなりませんみたいなね、そう、そんなやつがありましたけど、まあ、要はその価格がいくらで買うかっていう、その、まあ、この間前回ね話してた、あくまでもオークション価格に対しての適正価格っていうところがあるから、はい、それを分からない人たちは適正価格っていうところを見定められないので、もうあとその人たちを信じちゃうと、それを買っちゃうともう泣き寝入りをするしかないみたいな、ね、そうですね、で、これね結構ね業界の悪いところでもあって、正直うちもほらそういう売り方をしてた時もあるわけですよ。モダンコインを安くうちが仕入れて、うん、倍ぐらいの価格設定をして、うん、で供給をある程度コントロールしちゃえば価格の、なんていうの、コントロールができるっていう、うん、まあ、これ一番流通としてはやりやすいパターンなんですよ、はい、これ別にうちがいいとか悪いとかの話じゃなくて、うん、普通にマーケティングでやる手法なので、はい、これはやったことがあるよね、いたよねその時ね、はい、そう、でそれで良かったこともあれば悪かったこともあってっていうことで、うん、その売り方を今うちはやってないけど、はい、そう、このコイン関係の業者ってどういう思惑を持っているんですかっていうのが一番大事なポイントで、はい、で僕は今一応現場にはいるけど、はい、基本ムーにお任せをしてますよという形に、取ってるんだけど、うちの会社のコンセプトっていうものとさっき言ってた他の会社のコンセプト全く違うはずなんですよ、はい、うん、で簡単に言ってしまうとほとんどの業者は金儲けのためにコインを売買してるわけ、うん、でうちももちろん金儲けをしなかったらムーの給料も出ないし、はい、給料が出ないっていうところがあるからある程度収益を出さなきゃいけない、もちろん事業としては。ただ別に俺今金儲けをしましょうねとか予算いくらだよとか、なんだろう、これだけ売ってこいとか言わないでしょ、うん、はい、うん、あんまり言わなさすぎるもあれかってちょっと最近思ったりもするけど、言わないから怖いっていうのがありますそうそう、はい、だって別に今ほらある程度の需要がちゃんとあっていいものをきちんと仕入れて、はい、会員の皆様の方にご案内をすれば数少ないコインだけどね、うん、まあ、ぐるんぐるんって回ればみんなの給料がちゃんと出て、うんうんうん、ここの家賃が払えてっていうぐらいのところはあるから、別にそんなに一生懸命売る必要ないんですよ、はっきり言って、うんうん、
で別に俺ほら金儲けしたいわけじゃないから、もうなんかあんまり金儲けしてもらう、また税務署来られても嫌だし、うん、いや別に税務署来るのはいいんですよ、税務署さん来るのはいいんだけど、なんかほらイチャモンつけられるのが嫌だから、うん、そういうので他の業者さんと俺の今考えてるこの会社の理念が全然違うっていうところ、はい、まあ、それをご納得いただいてる方が今多分こういうね、ご購入というかご入手をいただいてるっていう感じだと思うんですけど、はい、そこをちゃんと見定めるっていうね。そうですね、うん、そう、まあ、僕らがどういうコンセプトでこのコインを入手をしてきてお客様に販売をさせていただいてるかっていうところが、ね、多分ね全然違うんですよ。で残念ながらほとんどのコイン業者は自分の利益のためにっていう自我の欲求なんですよ、うん、完璧に、うん、っていう風になってるから、そこから買いたいんだったらそこから買えばいいです、はっきり言って、うん、でそのそういう引き寄せの法則なんですよ、うん、でそこで買ったコインがでいいものももちろんあると思いますけど、結果的に最終的にそのコインが価値があったのかなかったのかって出るのって10年後とか20年後とかじゃないですか、はい、まあ、もっと前に出ることもあるけど、そうだからなんかこう今うちでお求めいただいている方々って、まあ、手前無双の話じゃないけど、はい、なんか買ってよかったねっていう風になってね、書いていただけるし、ね、ほとんどクレーム来ないでしょ今。そうですね、はい、昔買ったものでねちょっと価格が下がってますとか、はい、まあ、それがまあまあ上がったものもあれば下がったものもあればみたいなところであるところはあるかもしれない、うん、でも最近この 1,2 年ぐらいで 2,3 年ぐらいで買われたもので、まあ、まあほとんど上がってるからね。そうですね、結果的に上がってるものが多いのと、基本的にお越しいただくお客様はまあ、紳士的な方が基本的に多いので、ありがたいですね、はい、そうですね、僕らもエリュートタダさんって、そうですね、あ、ネクタイがなかったのでそう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 、まあまあ本当にね、皆さんから勉強させていただきながらやってるっていうところがあるし、はい、うん、まあ、なので業者選びはね本当に気をつけないと。そうですね、そういう僕らだって何を思ってやってるかどうかわからないところもあるかもしれないですね、はい、急に来ました。いやいや本当に本当に、はい、そのぐらい疑いの目を持って、ただ最終的には何を信用しますかっていうことなんですよ。うん、コインの信用もそうだし、コインの適正価格もそうだし、あとはどの業者と何を信用するんですかって。だってそれが信用できないんだったら現金持ってればいいと思う、その方が信用になるんです。そうですね、はい、日本の政府を信用して、日本の日銀を信用して、だったらそっちの方がいいと思います、ね、でも日本の日銀政府どこが信用するに値するんですかっていうところがあるから、まあ、あと世界情勢を含めてね、はい、うん、資産分散をしておかないと危ないよねっていうふうにみんな思ってらっしゃるから、何かに変えなきゃいけないよねっていうふうになってる時に、うん、まあ、落とし穴もたくさんあるので本当に、うん、ただ僕は一応個人的にやってきて、コインはほぼほぼ外してない本当に、うんうんうん、2割ぐらいかな、はい、本当に、いや2割っていうのは数枚ですよ本当に、うん、外してるのは。でもそれも外してるけど別に半分だったりしてるわけでもないし、今またすげえ上がってきてるし。そうですね、うん、そうなんですよ。だからもう本当数年の中でやるんだったら全然問題ないかなとは思いますけど、はい、まあ、ということで村田さんを信用できるか、はい、私を信用できるか、はい、この会社を信用できるかどうかは皆さん次第ですという話で、はい、引き続きよろしくお願いします。